茂木、えー、直子です、えー、ちょっと取り直してます、えー、実は損保、えー、ジャパンだけに請求をかけようと思ってたんですが、えー、この胸骨の骨折と上半身だけで4000万超えます、超えるんですね、あの利息も入れれば、えー、3700万になるんですね、この胸骨と腕だけで、それできっちりやめたのが、三井住友海上、青木明の犯罪なんです、で足が一番高額です。 骨骨粉砕骨折ですそれを認定させる前に半年で、えー、打ち切ってしまったあの、えー、青木明の犯罪です、そしてその金はどこに行ったのか、なんと平野恵子に行ってたんですね、で平野恵子が、えー、ドイツの、えー、大学に行ってると、偽証なのか本当なのか分かりませんけど、平野恵子を、えー、中立保険に渡したんですね、バカですから、中立保険って。 えー、あのな、たかが、えー、英会話の専門学校生ですよ <laughs>、えー、しかも男関係が激しくて、そして私は友人でも知り合いでもないのに、偽証し続けて、自分たちの損保ジャパンの屋台骨をボキボキ折るほど、別人を偽証していたのが、平野恵子こと野村恵子です、えー、そして、えー、富永泰理恵、富永理恵今、現行高橋理恵、えー、そして、えー 須藤を絶え、それは須藤のまんまみたいですけど、そういう作業や、私の写真だけ、高校時代のクラスメート、クラブメート、それだけで、写真があるっていうだけで、中村直美なんかがイタリアにいるという、馬鹿な会社なんですね、中立保険って、頭が悪いのか、私本人が誰なのかわからない、怪我を負ってるから、足見してみなさい。 左足じゃないや、右足を。これではっきり本人かどうかわかります。顔の良し足し、全然関係ないです。似てるでしょう。そんなものなんて、クソの役にも立ちません。怪我を負ってないから。えー、ここにある通り、えー、バストバンドは、平成29年、えーえー、1月の25日にバストバンド処方と、えー、平成29年1月の12日、えー えー、フ,ァファクショナルフレーズ。えー、つまりあの、えー、腕の装具のことを指してるみたいです。作成。えー、そして、えー、胸骨の類これ胸骨骨折や、えー、左手骨折のファ,ンクションファンクションフレーズを制作し痛み、 うんえー、胸骨骨折や、えー、腕の痛み等の、えー、腕の痛み等で平成29年1月の 25, 25日にバストバン等を処方処方してるんですよちゃんとそして、えー、その他の部位に関しては全然先生足あって3回ほど言ってたんですけど半年であの 治療を打ち切ってるんですね、青木晃が。青木晃は三井住友海上に保険です。だからこの可視行為は三井住友海上に請求しなくてはなりません。可動液は、えーまあ、生活にちょっと不自由がある天井のものが取れないという可動液になっていると。それにもかかわらず、えー、腕の腱もそれから胸骨の腱も問題ないと勝手にしてるんですね。あざになってますから。これ完全な まあ女子の収蔵と、それから、えー、まあ、ブラジャーができないんですね、実は。<laughs> あの、えー、まあ胸骨は棘のまんま形成しちゃったんですよ。棘のまんまね。えー、だから私がもともと胸が、えー、G カップですから、<laughs> G カップなんで、それに加えて内出血がひどかったんで、G スラッシュぐらいにはなってましたけど、まあ、あのその部位がなくて、しかも足の、 治療が必要なんだって言ってるのにそれを無視して、えー、4,000万のお金以上のものはもらえないからって打ち切った青木晶の担当の犯罪でありその他のお金はじゃあどうしたのかと全身取ったんですよ XP をね長井綾子も全身取ったって言ってましたからそれは最初の段階でも全身取ったって言ってましたよっていうことを私が。 えー、法廷上で、えー、述べているもの、不陳述にしていた、これは弁護士の東京会場の犯罪です、その他のお金を、なんと弁護士の和田清こと、えー、原田氏が、えー、私が不陳述になっていると、認知症で、そしてビッグを引きずった、えー、怪我の女だとすれば、えー、弁護士特約で入ってきた東京会場が丸儲けだからです。そういういい作業をやっていたのは 三井住友海上だからです。えー、ですから、損保ジャパンの弁護士にもまたいでいる東京海上日動のシリウス法律事務所の犯罪です。えー、ですから、両者に請求をかけます。実は、三井住友海上も弁護士特約をただで使えるということで、茂木光夫とは係争関係にあった、えーとまあ、東京海上に関して、それを委任してたんですね。 両者が東京会場を利用して、東京会場が不正処理をしていたってことです。私が不真実っていうことを、えー、偽装していたのは井上です。井上隆則です。まあですからそういう、えー、バカなことをやっていたのは、三井住友会場の青木明という髪の毛真っ白の老人です。 えー、当時多分定年間際だから私と同じ54かもしれませんけど、えー、ですが、そんな汚らしい頭真っ白の老人の、えー、ベビーフェイスの私が結婚するわけないじゃないですか。私がジャンセンアクルスって言ってるんですから、えー、そんな男とは結婚しません、えーえー。仲良くもなりませんでした。結局、窃盗してったんですね。この定年間際の青木明っていう老人は。そして、えー、なんと、えー、小田周平を連れて、 えー、松本支部の方に移動したんです。三井が、原乗之が、えー、複数回証券番号を乗り合いの代理店、三井の、三井住友海上の乗り合いの代理店で移動したということです。つまり、本件は、三井住友海上、青木明の犯罪であり、そのお金をなんと、えー、平野恵子の承諾行為で、えー、作業やってたんです。平野恵子を、私が達者に出したものを、 大便行為できないその女が作業やってたんです。友人でも知り合いでもありません。知りませんから。ええ、森屋って、森家という、なんか皇族の末裔の末裔、まあ、ま,あまた親戚みたいな人間と結婚して、代々木上原の方に住んでるんだっていうのは聞きましたけどね、20代の頃。ええ、ですが、ええ、それは電話で聞いただけです。ええ。一回だけ会いましたね。佐藤っていう目の子。 詰まった目の寄ったこんなような女と、えー、目の大きな、今井く子によく似てますよ、顔の感じがね。その女と、えー、二人で、その女と、平野恵子は、佐藤っていう女と、平野恵子はヘビスモーカーだから。その女と、えー、どうやら、えー、結婚して作業やってたのが、田中、田中和弘こと、高柳和弘です。田中和弘です。田中っていう名前だったから、前ね。 え、スーパーマーケットで、あの、ナンバー、ん、こうネームプレートのものが、田中ってなってたの。あ、田中、あれ、高柳家から出てきてるのに、田中って言うんだう。うんと。だから、こいつも、えー、原田康と同じ、リー何高さんだと思いますよ。ソフトバンクだから。つまり、韓国人の人ね。うん。ここの地名が高柳だから、高柳なんだよ。うん。えー、まあ、あの、表札なんかは、俗称でいいわけで、 高柳和弘っていう名前にしてるんじゃない本名は、えー、リー、リーなんだかさん。韓国人の人ね。ソフトバンクの人。えー、帰化して名前を田中にしたんじゃないかなうん。そしてその後、えー、高柳和弘こと、田中和弘は、えー、今井陽子と結婚したの。だから、田中陽子になってるの。田中がね。うん。えー、そして、田中陽子が、 えー、その後結婚したのは富田洋子だの。富田という男と結婚したの。で、田中、えー、和弘の方は島田、えー、香織と結婚したの。島田香織は、えー、なんと,、えーっとえー、島田香織の方は原、えー、香織という私のその今胸骨を取ったやつ。あの女と結婚したんだよ。そして同じブロックに住んでるの。 住んでた、まあ住んでたんだよ、前ね。で、私がそれを取って、あここにいるわ。えー、高柳和弘が、島田和弘、えと思って撮ってたやつを、この高柳和弘は部屋の中入ってきて窃盗したんだよ。うん。撮ってたやつをね。えー、腐ったやつだから。だから、損保ジャパンには絶対行きません。行かない。高柳和弘も、えー、それから、えー、田中も、田中陽子も全部、 ポジャパングループの EY、新日本監査法人だからです。えー、ですから、三井住友海上、あなたに請求をかけます。えー、もともと、えー、青木明が詐欺をやっていた、あなた方の社員の犯罪ですから、あなた方がちゃんと私を払って抱えるということをしなかったためです。えー、以上、私は本物の模擬直子です、まあ。こういう顔立ちをしております。そして、えー えー、上半身だけで、えーまあ、腕が出たら全部打ち切ってくださいと言って指示をしたのは青木晃です、えー。本所総合病院その所掌もありました。それも窃盗されました。えー、三井住友海上の犯罪です。非常に汚いですよね。料金センター長の女が、武田恵梨香ですか、えー、武田玲子だと思います。最初に、えー、小林玲子だったから、その女。小林玲子で次が、 えー、武田玲子かな、うん、もしくは、えー、ネット上で見ているところを見ると武田絵梨香ってなってます、えー、その女が、えーまあ、当方を取ってみると武田香織になってますから、えー、どうやらその、えー、その胸骨を、えー、見ていたその女医が、えー、武田つまり、えー、三井住友海上の武田という男と結婚して武田博明と結婚して その合邸を、ええー、と、なんと、一気に3件持ってった。1億6千万の合邸を3件です。つまり、これだけで5億円になってるわけですよ。5億円。で、私の交易障害金が頭と終わり、二回てまずあったわけだよ。えぇ、ー、615P01065 と 615PD1065。えー、そって、それでそのまた、その後、えー、複数回証券番号が変えられてるって言ってました。 えー、要は、三井住友海上の犯罪ですので、えー、三井に請求をかけます。損、え、保、ー、ジャパンも2回転ありますから、損、え、保、ー、ジャパン8000万。そして、三井住友海上は、えー、その他のものをすべて払いますから、4億、えー、4000万。相、え、生、ー、イイ日生は下ろします。以上です。